今回ご紹介するのはシチズンの手巻時計、シチズンクロノメーター REFCR150-7081 です。1962年に登場したオールドシチズンの最高峰コレクション。シチズンの技術を世界に誇示することを目的に開発され、再三度外視して製造されました。ブランド成功よりも高い価格設定だったため、当時はそれほど流通しなかったこともあり、大変希少性の高いモデルです。本品は64年製の 14K ゴールドフィールドモデルです。精度向上のために大型ムーブメントを搭載し、当時では珍しい 37mm 系のビッグケースを採用しています。ラグ幅 18mm です。ケース径は約 37mm、 ユーズ含まず、縦ラグからラグまで約 45mm、 厚さ風防含む約 10mm です。操作方法。ケース右サイドにあるつまみがリュージです。そのままのポジションで手巻きができます。リュージを引いて回すと針が稼働して時刻調整ができます。ハック機能、秒針停止はありません。日差は24時間の実測で30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。特徴。文字盤は放射仕上げのシルバーカラー。幅広なバーインデックスとエッジの際立つドルフィンハンドの組み合わせ。12時1にイーグルマークと筆記体のシチズンクロノメーターがライティングされた高級感あふれる格調高い風防デザインです。
金張りケースは大ぶりなラウンドフォルム。裏蓋は大足メダリオンがはめ込まれたスナップバッグです。バンドは社外製の革ストラップと D バックルを装着しています。国産アンティークの魅力が詰まった一品です。コンディション、ダイヤル、文字盤、シミ、くすみなどの経年変化が認められます。文字、メモリのかすれ消えはありません。針、インデックスにサビなど出ていません。ケース、裏蓋、シレ、小傷、ラグに軽いあたりが認められます。裏蓋の刻印は鮮明です。メダリオンもきれいに残っています。大きなへこみなどはありません。厨房、シレ、小傷、微細チリの混入が認められます。装着しての日常視認性は十分に確保されています。ベルト、社外製です。使用感がありますが、すぐに装着可能です。付属品、本体のみです。
時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託アンティンウォッチマンがお送りしました。